こら辺なんですよ。この辺に対して例えばね、なんか変なものが入ってない湿布とか、これからだと暑いじゃないですか、はい、ね、余計なものなくていいんですよ。もう本当になんていうの、あのハーブだけ入ってるような湿布で売ってるんで、普通に1枚何十円とかで買えるような、ああいうやつをね、あの、まあ、頭に熱がこもりやすい人ってこの辺貼って寝てあげると、ほらこの間話した頭冷やすってやつより楽じゃないですか。ちょっとこれ試してみてください。このかき氷食べてここがね、キーンとなるって、まあ、神経がここでオーバーラップしてるってことなんですよね、ここの部分で、うん、そこの部分をこう、例えば湿布って水分があるのって分かる、だから密閉するじゃないですか、保存するときって、うん、でだ水分が多いやつね、このなんか森がさ大きいやつ分かる、みんな、あのシート型のやつって違う、それは目的が違うんでじゃなくて白くてモリッとしてるやつ乾いちゃダメなんですね。でそれがあるとこう熱って逃がすじゃないですか、水分って蒸発して、うん、で頭が冷えてるんですよっていう状態作ってみてください。あの体温というものをしっかりといい感じにしていくのが妊活の本当基礎中の基礎なんでね、そこら辺ちょっと頑張っていただければなと思います。